はい、話題チャンネル話題で,です近頃話題になってる事件で頂、まあ、き女子と言われてる女性、まあ、その子がいろんな人から貢がせるだとかお金を巻き上げるだとか作業するマニュアルを売っていたそれでものすごい被害額が出ているし本人もものすごい金額を巻き上げていたということで話題になっていたわけですけどもその子が貢いでいたホストが えー、確か2人だと思いますけど逮捕されましたこれがですね男女平等の時代なのに男と女に対して警察のものの見方がものすごく違うのが未だに続いているという風うな印象を私は受けました例えばまあ、最近やっと法律が変わったわけですけどもつい、まあ、確か10年前だった10年前か20年前か分かんなかったけどそれまでは 男性が女性をレイプすることは罪になったんだけど女性性が男性をレープすするっってていいうのは罪になってないんですよねだけどそれは十分あり得るわけで美少年が、まあ、例えばジャニー喜多川という人に無抵抗だったみたいに、まあ、力関係は別としてあの状況で例えば芸能プロダクションの女社長みたいな人にそういうことだってされる人だっていると思うんですよね。だから の男だから女だからではなくてやっぱりレープならレープ性犯罪なら性犯罪ってされたら当然両方とも心の傷は残るわけですそれで詐欺に関してもその昔からあったんですねあの私が子どもの頃にあった滋賀銀行のオンライン詐欺事件オンライン詐欺事件っていうかないわゆる滋賀銀行の、まあ、女子行員の人が確か9億ぐらいだったと思いますけども。 えーかまあ、銀行の金をですね上手に、まあ、口座に移してそれで男に貢いでいたとその後も実は、えー、三和銀行って今の三菱 UFJ 銀行の、まあ、女子行員が銀行の、まあ、そういうオンラインの口座を、まあ、書き換えるのかなんか知らないけど、まあ、そういう詐欺を行ってそれでやっぱ男に貢いでたとでその男に貢いでたっていう事件に関しては まあ、2人ともその男も捕まり場合によっては確か私の記憶だったら男の方がかえって罪が重かったというようなことがあったと思いますところがですね世の中で多くの男性が会社の金を横領したりですねくすねたり、まあ、あの青森の方の、まあ、市役所だかなんだかの役人が、まあ、アニータという、まあ、チリ人女性チリ人ですかねチリ 人だったと思いますけど女性にめちゃくちゃな貢いでてその人はもう向こうで大豪邸を建てて大スターになってるわけですけども、まあ、そういうことがあっても女性の方は全然罪にならならいとで私の記憶の範囲内でもちろんこれせっかく YouTube ですからいやあんたはそうじゃないよとあの見つがした女も捕まったことがあるよという事例があれば。 ぜひ教えていいたただきたいんですけども私の知る限りにおいては男が勝手に詐欺だとか会社の金を横領したりとかいろんな形でどう考えたってこの職業に似つかわしいぐらい金が稼いでるでそれが分かっているのに、まあ、それを何億も貢がせた、まあ、クラブのホステスであれなんであれそういう女性が、まあ、捕まったという。 話を聞いいたことないんですよつまり女が男に貢いだ時はそれがまあ犯罪によって得,ら得た金であった場合は男は貢がせた男の方が罪になるのに男が女に貢いだ時は女は明らかに「この人こんな稼げるわけないよね」と分かっていてもそれが罪になってない。 だからその男女平等っていった時に女性の管理職の人を増やすとか女性の大臣を増やすとかだけではなくて例えば非正規雇用なんかの場合圧倒的に女性が多いわけでしかも女性の非正規雇用の人の方が圧倒的に首が切られやすいつまり弱く貧しい女性に対して全然まあかばわれてないとかねあるいはレイプされる女性なんかだって加害者の男性がたった100万円 次男のお金が払えたらもう警察はこれもう訴えないから事件にならないからって言って無理無理100万円で和解させちゃうとかっていうようなことがあって弱い女性が全然報われてないわけよだからそういう意味では男女平等ってのは偉い人だけ男女平等にしたって全然意味がないわけで弱い女性をちゃんと男女平等にしてくれよと私は思ってるわけですよだけどそれと同じように 犯罪だって男が女に貢いでそれでお、まあ、その詐欺をしたという場合にやっぱり女だってどう見たってこんな金稼げるわけないよなって思ったようなケースの場合はあのやっぱり女も罪にしないとさつまり女のためにあほほど貢ぐやつがいくらでもいるってことはこの頂き女子そのものが証明しているわけですよ。そそれれによってて何億もの金をを得ているわけけですからねだけどそれを 結局こうやったら男に貢がせることができるよとか男から上手にいただお金をいただくことができるよってマニュアルを出してたらしいけどもそういうのってそれによって会社の金を横領したり犯罪行為をした場合は女性だってある程度罪を感じてもらわないといけないと思いますよもちろん女が男に貢がせて 例えばホストならホストがこいつ絶対悪いことして金稼いでるよなって分かってるから今回だってまあ詐欺なのか何なのか何の罪になったのかよくわかんないけどで捕まってるわけですからそれは全然悪いことじゃないと思いますよやっぱり本来あってはならない金の流れがあった時にこの金って汚い金の可能性が高いんだからこれに手出したら罪だよねっていう意識を男だけじゃなくて女にも持ってほしいということが 言いたくてもう世の中が男女平等の時代なんだから罪も男女平等であってほしいというふうなのが私が感じたところです。和和田田秀秀樹樹チャンネル和田秀樹でした